何も説明してなかったな。これからキーリカって島へ行く。そこで船を乗り換えてルカへ向かう。で、その前にユーナは島の寺院でお祈りするから、俺はそのガードをする。神社はビサイドオーラカの必勝祈願もするから、お前も来いよな。中途半端な計画。無駄のない計画だろ。俺に踏んなよ。あんた、本当は何者で、どこから来たのかしらね。すごい血筋の召喚師様らしいな。おう、あのブラスカ様のご息女だ。すげえ。ブラスカ様の娘？うん。ユーナの親って、有名人なのか？大召喚師ブラスカ様の娘だ。神にご生存があったろ。10年前に神を倒した大召喚師ブラスカ様。ユーナは召喚師として最高の血を受け継いでるのさ。かわいそうだよな、親が有名だと。この人にそういう想像力を期待しても無駄ね。覚えとくよ、ルル。気持ちいいね。ブリッツの選手なんでしょ、ザナルカンドの。それ、ワカから聞いた。あいつ、絶対信じてないくせに。私は信じるよ。ザナルカンドでは、夜でも光が溢れていて、大きなスタジアムがあって。スタジアムではブリッツボールの試合が開かれて、いっつも超満員。なんで知ってんのさ。ジェクトという人から聞いたの。父さんのガードしてくれた人。俺の親父もジェクトって言うんだ。すごい。私たちが出会えたのは、きっとエボンの賜物だね。似てるけど、別人だよ。どうして？親父、死んだんだ。10年前、ザナルカンドの海でな。
ある日、海へトレーニングに行ったまま帰ってこなかった。それっきり行方不明さ。ジェクトさんはその日にスピラに来たんだよ。まさか。だって私がジェクトさんに会ったのは10年と95日前。父さんが旅立った日だからよく覚えてる。時期はぴったりでしょ。でもどうやって来たってんだよ。君はここにいるよ。だろうが、そんなもん打ち込んでどうするよ。目ごと海に引きずり込まれるぞ。シンはキーリカに向かっている。あいつの注意を引きつけたい。キーリカには俺たちの家族が。召喚師様、お許しを。待てよ、武器かよ。
ザナルカンドで真に襲われて、気がついたらスピラにいた。だからもう一度真に会えたら家に帰れるって期待していた。私、真を倒します。必ず倒します。なんて甘いことを考えていたんだろう。あの日、あの時、あの燃えるような夕日の下、俺は思い知ったんだ。ここは俺の知らない世界で、そう簡単には帰れない。これが逃れようのない現実だとやっと分かった。私、召喚士のユーナと申します。リサイド寺院から参りました。召喚士様、他に召喚士がいなければ私に異界送りをさせてください。ありがたい。もう身内が魔物になるのは覚悟しておりました。どちらへ行けばいいですか？俺たちは町の様子を見てくる。人手がいるだろうからな。え？異界送りって何？何が始まるのさ？あんた忘れたんじゃなくて、本当に知らないって感じね。死者は迷うのよ。死んでしまったのが悲しすぎて、自分の死を認めようとしない。もっと生きていたいと願いながら、まだ生きている人間を羨む。死者は生きている人間が羨ましい。その気持ちはやがて妬みや憎しみに変わる。そういう死者の心がスピラにとどまると、命を憎む魔物となって人を襲う。そんなの悲しいでしょ。だから異界送りをして迷える死者を眠らせてあげるのよ。それも召喚士の仕事なのか。
召喚士って大変だな。ユーナはそれを選んだの。何もかも覚悟の上のこと。私たちにできるのはユーナを見守ることだけよ。最後の時までね。最後の時？最後って何？シンを倒す時まで。私、うまくできたかな？初めてにしては上出来。きっとみんな異界に行けたわ。でも次は泣かないようにね。次なんてなければいい。真に殺された人たち、異界送りをするユーナ、それを見守る人たち、不思議で少し恐ろしい儀式、もう見たくないって思った。やっと起きたんすか。ワッカさんが待ってるっすよ。お、来たか。リサイドオーラカ集合。これから寺院へ行く。リサイドオーラカ必勝祈願だ。おう。キーリカの寺院は大召喚士のオハランド様が暮らしていたところだ。オハランド様は若い頃はブリッツボールの名選手だったんだ。ワッカ、必勝祈願はいいんだけどさ、なんかいいのかな。ブリッツで浮かれたらまずいってか。こんな時だしさ。こんな時だからこそだ。選手は力の限りを尽くして戦う。観客は贔屓のチームを応援する。嫌なこと、辛いこと、試合中だけは忘れられる。それが長い間このスピラでブリッツがなくなっていない理由だ。俺はそう思うな。そっかな。いい試合して勝ってばそうぜ。おう、ジーンは森を越えたところだ。では行くぞ。どうした？ユーナがね、あんたも一緒に行ってさ。え？あのさ、ガードお願いしちゃダメかな。なんだそりゃ。冗談よせよユーナ。こいつはブリッツはできるけど、魔物との戦いは素人だぞ。ガードじゃなくてもいいの。そばにいてくれれば。え？何それ、どういうこと？それは、どうせみんな寺院に行くんだから話は後でいいでしょ。ごめんね、突然。ごめんって言われても、なんだよ、よくわからないな。ごめんなさい。つまり龍拳を試してみたわ。なんだよ龍拳って。本来は敵を弱らせて自分を回復する技。でもロンゾ族が使えば魔物の技を自分のものにできる場合もある。お、すごそう。全体止まれ！あの魔物はこの森の主オチュ。討伐隊の手にも負えん凶暴な奴だ。ここは無駄な戦いを避けろ。この石段はな、由緒正しき石段なのだ。オハランド様が現役時代にここでトレーニングしたのだ。
勝負っすね。うん、うん、俺に勝てると思ってんの？ユナ、頼む。よーい。なずこい。え？いつまでも子供ね。まずいっす。早く手伝え。真のこけらだ。きつい。ああ、悪かった。ついお前を呼んじまった。ガードは大変っすね。お前、バトルの方も才能あるみたいだよな。やめてよ。あのさ、真のこけらって何？真の体から剥がれて置き去りにされた魔物のこと。放っておくと真が戻ってくる。さっさと退治しちまわないとな。バトルの才能があるかもってワッカに言われて、この時ユーナのガードになることを頭の隅で考え始めたような気がする。そういやあれだ、ザナルカンドには魔物はいるのか？あまりいない。たまに出ると大事件だな。ザナルカンドのことなんて信じてないくせにさ。考えたんだけどよ、真にやられた人間は死ぬんじゃなくて真の魔力で千年前だか後だかの世界に運ばれるのかなって。で、ある日突然ひょっこり帰ってきたりしてさ。いつもながら感心するわね。ん？自分を騙す方法を次から次へと考えつくから感心するって言ったの。シンはチャップをどこにも運ばなかった。彼を押しつぶしてジョゼの海岸に置き去りにした。あんたの弟は二度と帰ってこない。それからね、これも言っておくわ。あんたがどんなに望んでも誰もチャップの代わりにはなれない。ジェクト様の代わりもどこにもいないし、もちろんブラスカ様の代わりだってどこにもいない。そんな考え方、悲しくなるだけよ。俺だって弟の代わりなんてできねえんだよ。まあいろいろあってな、気にすんな。ワッカとルールーとチャップってやつの間に、そう、俺の知らない複雑な事情があったんだなって、それくらいは分かった。でもそういう話題は苦手だった。
前たちもオハランド様に必勝祈願か。祈願だ。我らルカゴアーズは上昇だ。祈願など必要ない。じゃあなんでここにいる。もっと強いチームが現れるように祈ったのさ。お前んとこは今回も目標は精一杯頑張るってやつか。そんなちんけな心構えじゃ今年も初戦敗退確実だな。今回は優勝狙いだ。うん、狙え狙え。狙うだけなら誰でもできる。決勝で会おうぜ。あいつらにだけは勝つぞ。知ってるチームなの？人を見下してバカにして、あの態度が俺の親父みたいだ。ジェクトさん、優しくて楽しい人だったよ。それは別人っす。いなくなって10年、それなのに親父のことを考えると俺の気持ちはざわざわした。バッカたちはお祈りが足りないのよ。ワッカさんたちのお祈り届くといいな。オハランド様、何卒お力を。あなたも召喚師？リサイド島より参りました、ユーナと申します。ドナよ、あなたが大召喚師ブラスカ様の娘ね。血統書付きの召喚師様でしょ。あら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 、この人たち全員あなたのガード？ゾロゾロとみっともないわね。ブラスカ様のガードは二人きりだったはずよ。ガードは量より質、数に頼るなんて浅はかね。だから私のガードは一人だけね、バルテロ。ガードの人数は信頼できる人の数と同じです。自分の命を預けても安心だと思える人の数です。だから私にはこんなにガードがいてくれて幸せです。ええ、父よりも幸せだと思っています。もちろんあなたの考え方だって間違いではないと思います。だからドナ先輩、私たちのことは放っておいてください。勝手にしなさいよ。行きましょう、バルテロ。ガードとは召喚師が命を預けても安心だと思える人。俺そういう人になれたのかな。何笑ってんだよ。祈り子様はこの下にいらっしゃる。さあ行こうぜ。祈り子？その前に試練の間よ。準備はいいわね。決まり、ワッカよろしくお願いします。お、あ、どうして？ガードじゃないから。なるべく早く戻るから待っててね。また一日かかったりするんじゃないの？ユーナは？あなたは何をしているわけ？ガードじゃないからな、俺。入っちゃダメなんだろ？ガードじゃないんだ。なんだよ！あ、話せっつーの！うい、いた、って、何すんだよ！仕返し。は？これきっとまずいっす。ガード以外は立ち入り禁止なんだよな。ここまで来ちゃったら同じか。
おいおいおい、ドナド筋肉男が無理やりさ。理由はどうあれ罰を受けるのは言うなよ。罰ってどんな？寺院立ち入り禁止はあり得る。ここから先は召喚師だけの聖なる場所。ガードも入っちゃダメなのか？起きてだ。ああ。静かにしていろ。この中何があるんだ？祈り子様がいらっしゃる。ああ、それそれ、さっきも言ってたよな。神を倒すために進んで命を捧げた人たちをエボンの技で生きながらにして、魂を肉体から取り出されて、あ、祈り子像に封じられて永遠の時を生きる。祈り子様の魂が召喚師の祈りに招かれて姿を現す。それが召喚獣よ。この部屋の中に？ユーナは中で何をしてるんだ？必死に祈ってるんだ。神を倒す力を貸してくれってな。お、あの時みんなには黙っていたことがあるんだ。あそこで聞こえていた歌は子供の頃から知っている歌だった。ザナルカンドとスピラがどこかでつながっている証拠、そう思った。それに気づいたからなのかな。帰りたい気持ちが急に強くなってさ、胸が詰まったみたいで何にも言えなくなった。